国際連合本部ビルに置かれている日本の平和の金日本の平和の金は1954年6月当時まだ国連に加盟が許されていなかった日本から中川千代子が制作し日本国際連合協会を通してニューヨーク国連本部に寄贈された金である日本では国連平和の金とも呼ばれている直径60センチメートル高さ1メートル 重さ 116kg の盆栓で、正面には世界絶対平和1万歳と言い込まれており、国連における平和の象徴として、毎年9月、国連総会開会時及び9月21日の国際平和デーに合わせて、国連事務総長、国連幹部、各国の常任代表や著名人が出席して、平和を記念した金出式が行われる。 日本の平和の鐘は、1951年、第6回パリ国際連合総会に、四国の愛媛県宇和島市から、単身オブザーバーとして、自費で出席した、当時日本国際連合協会評議員で、後に、愛媛県宇和島市長となる、中川千代子が、主義主張、宗教、人種、国の違いを超えて、世界の人々から、公開やメダルを集め、平和を願う。 人々の心として一つに溶かして作った平和の金を国連本部に贈呈したい。そしてその金を平和のためにならしてもらいたいと、当時の国連事務次長ベンジャミン・コー氏の協力を得て、各国代表者に訴えた。反対する国はなく、参加国全員が承認の上、翌年の経済社会理事会で正式に受理されれ、日本の平和の金、ジャパニーズ・ピース・ベルとして、 ニューヨークの国連本部内、日本庭園に設置が決まった。千代寺は、趣旨に賛同した64カ国の国連代表者から、受け取ったコイン、ローマ法をピオ12世からいただいた、金貨9枚をはじめ、世界各地を回って自ら各国のコインを集め、3年をかけて、香川県高松市のただ中蔵所で、国連本部に送る金を作った。金には、 世界絶対平和一万歳と言い込まれ、種目の当たるところは、平和を意味する月景樹で囲まれた太陽と月が描かれている。また首狼は、釈尊誕生の花見堂をかたどったもので、宇和島市の宮大工の大下林平が制作し、1954年に横浜港から、飯野海運の諸女航海の船、常島丸でニューヨークに送られた。この時、広島で被爆した。 全州住職と長崎のキリスト教徒の女子学生から、主郎の祖先のもとに埋めてほしいと届けられた、一握りの被爆地の土も一緒に運ばれた。主郎と鐘は国連本部に設置され、同年6月8日に贈呈式が行われた。現在、ニューヨーク国連本部日本庭園にある日本の平和の鐘は、年2回、3月21日のアースデート、9月21日の 国際平和デー前後に打ち鳴らされている。特に国際平和デーには国連幹部や各国の常任理事、著名人などの出席の下国連事務総長が世界平和を記念して金田を行う。直径60センチメートル、高さ1メートル、重さ116キログラムの正動性の凡章。中に1五十一年の第六回パリ国際連合総会に出席していた。 64カ国の代表者からの受け取ったコインや、ローマ法王ピオ十二世からいただいた、金貨9枚をはじめ、中川千代子が、世界各地を回って自ら集めた各国のコインや、地元の宇和島市民、その他日本各地から集められた多くの古戦や硬貨、軍刀のツア弾丸、銅賞、各州派のバッジ、銅板などが煮込まれている。正面に煮込まれた、 世界絶対平和一万歳の文字は、世界が永遠に絶対平和であるようにという意味で、世界平和への強い思いが込められている。鋳造は、高松市の名門鋳造所、ただ鋳造所の第十四代、ただ城之助が千代寺の依頼を受けて、受け負い、首童は、宇和島市の宮大区、大下林平が同じく千代寺の依頼を受けて製造した。平和の鐘に刻まれた、 世界絶対平和万歳の文字は、世界が絶対に永遠に平和でありますようにという、中川千代寺の強い願いである。一万歳という言葉は、よろずの年永遠を意味する。種目の当たるところのマークは、月景樹に囲まれた太陽と月を表しており、月景樹は、世界的に平和を意味し、太陽と月は、音明、男女を意味し、夫婦の和、家庭の和、地域の和、国、 そして世界に広がる輪を意味す。太陽と月が支え合ってい、絵柄であり、世界平和とは、まず身近なところの平和から見直すことが基本だという、メッセージでもある。昭和25年、千代寺福音後、故郷の宇和島の母大寺である、太平寺に行き、戦争中首郎の金が、武器などにするために拠出されなくなっていることを知った。そこで、 戦争に持っていった軍刀や自分で集めていた26カ国のコインを入れて鋳造した世界絶対平和1万歳と刻印した平和の金を奉納した。1951年にパリの国連総会にオブザーバーとして出席し、財はその太平寺の金の響きを録音して持っていき、出席者に聞かせて国連に平和の金を寄贈することを訴えた。太平寺の金は 国連にある日本の平和の金の原点の親夜と呼ばれている。日本の平和の金がニューヨークの国連本部に設置された後、中川千代子はその金を通じての平和活動を開始。1961年の米ソ連戦下のキューバ危機の際にはアメリカとソ連の大使館を訪れ、少しの思いやりと笑顔で世界平和が保たれるというメッセージと共に大使館を通して 日本の平和の金の姉妹賞として4キログラムのレプリカをケネリ大統領とフルシチョフ首相に渡した。また、1970年の大阪万博では、世界中の人たちが集まる、この機会にこそ、日本の平和の金の存在を広く伝えたいと、当時の国連事務総長、ウタントに申し入れ、ニューヨーク国連本部から大阪の万博会場に、日本の平和の金を里帰りさせた。 なお、その折に、国連本部の首脳が空にならないようにと、改めて同じ金を鋳造して、国連本部に設置し、万博終了後、ニューヨークに返還された、国連平和の金と入れ替えた。現在、万博記念公園に設置されている、平和の金は、その時国連本部の留守を守った金である。万博に合わせて千代寺は、日本の平和の金と同じ小意にや、貨幣の入った。 重さ 1kg の金のレプリカを150個作り、ウタント事務総長と世界140カ国の大使館を訪問して、それぞれの原資宛に寄贈した。一般社団法人国連平和の金を守る会は、2013年に活動を開始し、中川千代寺没後43年となる2015年、中川千代寺の6女、高瀬聖子が代表として立ち上げた。 国連に寄贈された日本の平和の鐘とそれを作った中川千代寺の世界平和にかける思いがその後の報道や記事などで正しく伝えられていないことを知り日本の平和の鐘と中川千代寺の世界平和への熱い思いを現代そして未来につなげていくことを目的として会を発足した。同年会の名称と活動は国連にも認可されている。代表の高瀬聖子は 毎年9月21日前後にニューヨーク国連本部で行われる日本の平和の鐘の鐘出し記念に参加している。現在、国連平和の鐘を守る会は一人一人が自分にとっての平和な未来をイメージできるよう今を生きる若い世代の平和への目線、思いを力に戦争だけでなく SDGs が提示する貧困やきが環境破壊、 人種差別などの全てをなくすことも視野に入れ、新しい人や文化の力を軸に活動中。平和の鐘が将来に向かう力を象徴する音として、鳴り響くようにすることなど、より未来に向けた活動を推し進めている。1994年、日本の鐘の40周年を記念して、特別の式典が行われた。その際、ウトロスがあり、国連事務総長は次のように述べた。 ベンネバーイトハズサウンディド、ディスジャパニーズピース、ベルハズセント、エークリアメッセージ、ザ、メッセージイズアドレストツーオールヒューマニティ、ピースイズプレシャス、イットイズノットイナフツーインフォーピース、ピースリクアヤーズワーク、ロング、ハード、ディフィカルトワーク、日本の平和の鐘は鳴るたびに、明確なメッセージを送ってきました。平和は、尊いというメッセージを、すべての人々に送り続けているのです。 平和を願うのに、これで十分ということはありません。平和には努力が必要です。それも長く、辛く、困難な努力です。1994年の式典における、ブトロスブトロスがあり、国連事務総長のスピーチより、ありがとうございます。